はい、こんばんは、タイレンです。千葉の方ではまだ停電が続いている中、台風の影響で、家がね壊れたりしててね、そこでまた大雨だということで、なんかね、あの政府のね顔が、政府の顔が見えてこないんだよね。税金を取られるだけ取られて、こういう時に政府がね、もっとね動くべきだと思うんだよね。NHK とかどうでもいいよね。滝川クリステルもどうでもいいよね。なんかさ、民と一緒に汗水流して動くとかさ、そういう政治家ってさいないのかな。こう私腹を肥やす政治家はさたくさんいるけどさ、また雨が降るって、なんか日本ってさダメだね、この政府。全く将来的にね、こう信頼できる国なのかな、日本ってね。うちはねこうやって、電気も来て、鉄道模型もできて、もう風呂も入れるしいいんだけど、誰か一人でもこう千葉行ってね、そういうなんかNHK の集金人がどうこういう政治家がいてもね、みんなもねよく考えてみて。はい、ありがとうございました。